到達基準が高体につながると言われています。法学部のヒューマンライツコースの中の授業で経験したことなんですけど、いろんな考え方の人がいて、その人その人には生き方だったりとか、生活だったりとか、そういった環境によっていろんな考え方があるっていうのを学んで、そういう人たちの意見っていうのをちゃんと私たちは分かっていないといけないし、いろいろな角度からものを見るっていうことが大事なんだなっていうのをすごく学びました。法学部はいろんな法律科目が、憲法もそうですし、民法とか刑法もあるので、 2,3 年から、ね、自分に合わせた法律の科目を選べるのがいいと思います。法学部のテストとゼミでの大会とかもあったんですけれども、論理的に物事を考えるっていう力がついたと思います。